私が勝ったらお昼おごってもらうってことでいいですね。えい。まあいいけどな。死ね。いや、その掛け声おかしいだろ。なんで満足げな笑顔で勝ち誇ってるんですかね。早い、イロハさん、早い、怖い。先輩どうしたんです？あ、遊んでるんですか？みたいな意味をはらんでいそうだ。いや、別に遊んでるわけじゃ。っていうか、あの女何ですか？あ、先輩の彼女さんとか？でも二人いるじゃないですか。どういうつながりですか？こわ、イロハス、こわ。なんでめっちゃ笑顔なのにこんな冷たい声が出るんだよ。ところで先輩、全然関係ないんですけど、留年とかしないんですか？しねえよ。またまた。決めつけるのやめて。しかもそれ差し引きマイナス出てるし。っていうかお前本気でプロもやる気なの？でもやりたいなと。ダメですかね？なんでですか？そんなの普通もう絶対めんどくさくて嫌じゃないですか。いろいろあるんだよ。ちゃんと答えてください。責任がある。責任ですか？それだけだ。ああ、すいません。なんか思ってたのと違う答えが来たので、ちょっとぼーっとしてました。いや、もともとヨレヨレだったし。いやでもそこはほら、イロハスがうまいこと言ってくれたりしないの？え、絶対嫌なんですけど。っていうか無理無理。無理って、っていうか即答だし。無理ですよ。女の子は自分で決めたことは変えませんから。まあ他の人に決められたことならあっさり変えちゃったりしますし、都合が悪くなったら忘れたふりはしますけど。最悪なんだよな、それ。君だけでは。え、何ですかそれ、気持ち悪。おい。いやだってちょっと気持ち悪いですし、意味わかんないですし。っていうかなんで先輩ドヤ顔。本当に本当にちゃんと責任取ってほしい。だいたい今までだって責任取ってもらってないのに。先輩も雪乃先輩も結衣先輩もめんどくさいけど、私だってそれなりにめんどくさいんだから。本当にめんどくさい。あ、私のサーブですね。あ、先輩ちょっと待ってください。やばいです、やばい。うりゃ。甘いんだよ。俺、行くぞ。あ、アウトだったんで私のポイントですね。なんでしれっと嘘つくの、この子は。先輩、手伝ってくれませんか？無理だって、プロム普通に嫌だし。と言いつつも、私に頼られてすごく嬉しそうな先輩なのでした。この顔がそう見える？それ正直に答えた方がいいですか？え、何？なんか怖い。真顔やめろ、真顔。やめてやめて、ほんとやめて。怖い。なんか先輩って、めぐり先輩のこと結構好きですよね。あ、それ私も思った。は？あの人のこと嫌いなやついんの？あー、いなそう。っていうかなんで半切れ口調。はー、ちょっとイロハス？はあ、まあ普通にいると思いますけど、みたいな顔しちゃダメでしょ。そういうとこだぞ。まあまあ、あと3年経つとお酒が飲めるようになりますね。で、酔ったふりしてこうガッとガッと既成事実を作ればこっちのもんです。責任お化けですから。あれ、イロハちゃんもそうなの？は？いや全然違いますけど。え、じゃあなんでそんなこと言ったの？そんなの決まってるじゃないですか。諦めなくていいのは女の子の特権です。そっか。ユイさんがお酒飲めるようになるのは2年後では？3年後ってイロハ先輩のことですよね。うるさい、お米ちゃん、うるさい。お前マジでいいやつだな。でしょ、こう見えて都合のいい女なんです。言い訳、私があげてもいいですよ。